せーの、私のリアルは充実しすぎて、よいしょい。今回ね、久しぶりですね。久しぶりですね。ってこと、何をやるかというとですね、この姉崎周辺のね、このハートとハート、ここなんかもうやっちゃってるんですけど、これね、あらかじめちょっとどこまで行けばいいのかなっていう感じでやってみました。はい、でもあれとか見たってことは、これ見れるくね。あ、そういうことか。行こうこっからやればいいんだよ。そこ見てなかったんで、みたいな、うん、そうやっときましょう、みたいな。懐かしい。今日も問題なく目が覚めた。いつも通りの日課をこなし、一瞬をたらき落とした後、私はまた実質に戻って鏡物を突き込んでいった。何かいまいち目元がパッとしない気がする。もう少しアイラインを濃くしてみようか。改めて目の気配に線を引いてみる。きりいい感じかもしれない。満足したところで玄関に向かうと、ちょうど旬も学校へ行く準備をし終えた後のようだった。相変わらず眠たそうで、全体的に制服の着方が雑誌ないのけれど、そうしたマイナス面があまり気にならないのは、やっぱり俊自身の気量に戻るものなんだろうな。全くもっと羨ましい。いっそ恨めしい。ネクタイちゃんと締めなさい。はい。忘れ物はないわね。ないない。懐かしくね。旬のセリフ読みするのって多分2年ぐらいだよ。2年ぶりぐらいだよ。あ、ちなみに今回の名前ケツゲです。ケツゲ。触れてなかったの。私かわいい。一応お決まりの文句を口にしてみる。もはやまともな返事なんて期待しなかったけど、意外にも旬はじっと私の顔を見て、ちょっと化粧濃くね。え、ぐいっと旬が目の前に立つ。至近距離で見つめられて無性に落ち着かない気分になった。うん、やっぱり濃い目が。そそう。え、私はこれくらいがいいかなと思ったんだけど、ダメ。いや別にダメってわけじゃないけど、俺は普段の姉貴の方が好きかな。好き。わーい。懐かしいな、このうるさい感じ。ああ。まず発狂しながら手を振り上げていた。うわっ。素早く旬が体を引く。いつの間にか旬の回避能力アップしていたようだ。危な。なんだよいきなり。旬がいきなり変なこと言うから。は、何か言ったっけ俺。いや、よく考えたらそうでもなかったわ。あっそう。で、やっぱり微妙アイメイク。まあいいんじゃね。何それ適当ね。いや別に変じゃないしさ、姉貴がいいと思うならそれが一番だろう。その言い回し好きじゃないわ。なんで。私は主にいいと言ってもらいたいと続けようとして、すぐに言葉を飲み込んだ。よく考えてみるとこの発言はないな。乙女芸の攻略対象ならまだしも、弟相手に言うセリフじゃないだろう。なんでもない、学校行こう。あ。あ？家を出ると雲が濁っていた。え、雲が、空が曇っていた。雲が濁っていたってなんだよ。空が曇っていた。湿気を含んだ生暖かい風が吹き抜けていく。クションと地震が小さくくしゃみをした。続けて鼻をすすろうともする。もしかして風邪ひいた。いやどうだろう。寝るときクーラーかけすぎなんじゃねえな。それはあるかもしれないな。もうちゃんたんたん腸管理ちゃんとしてよ。というか映さないでね。はいはい。まだ鼻をすする音がする。心なしか鼻声っぽく聞こえるし、本格的に風邪を引き始めてるのかもしれない。今日は風邪薬飲んですぐ寝るのよ。勉強はしたいの。いや別に。旬の体調が良さそうだったらやろうか。おう。最近はすっかり寝る前に旬と勉強する習慣がついていた。今のところ旬は真面目に取り組んでくれているので、私自身もこの勉強時間を割と楽しんでいたりする。ゆうとは。ん、おしいくんが何。今日もゆうと勉強するの。いや特別に、あ、特に約束はしないよ。へえー、何か気になることあった。いや別に。おしいくんと仲悪いの。少し気になっていたことを聞いてみる。先日のショッピングモールでの2人の様子は、手放しに仲がいいというものじゃなかったようにも、ここまでのくだりが分かんないね。分かんないとか忘れてるね。でも完璧忘れてるね。うん、え、いやそうじゃないと思うけど。多分これあれ2年ぐらい前のやつ見れば分かるよね。分かるよ。そこら辺はみんな、うんうん、見返して、うん、見返して再生活増やして、うん、思うって変な言い方ね。自分たちのことでしょ。まあいろいろあんだよ。はーん。俊と押井君は付き合いが長いみたいだし、きっと私の預かり知らない預か私の預かりは知らないところでいろいろあるんだろう。押井君ってさ、うん、俊とはいつからの知り合いなの。もう一つ気になっていたことを聞いてみた。旬の中学時代の友達だってからずっとそのことが引っかかっていた。あの時おしい君は彼らの会話には加わらなかったけれど、全員顔見知りであることは話の内容からさせることができた。小学校高学年の時からかな。へえ、本当に付き合いないよね。まあな。中学の時さ、
おしりくんと同じクラスになったことあんの？ある。数秒間を置いてからしゅんが考える。私は一瞬の迷いの末、最も気になっていることを尋ねないことにしている間、おしりくんって昔の私のことは知ってんの？さあ、俺もわからん。しゅんは曖昧に首を振って、それからすぐに軽い口調で付け出した。あんまり気にしなくていいんじゃねえの。もおしりくんとしゅんってさ、うん、絶対話し合わないタイプじゃね。絶対合わないな。絶対合わない。陰キャラとチャラ男じゃん。うん、チャラ男でもないけどな。いや、チャラ男でしょ。見た目はな、性格は絶対いいやつじゃん。性格いいやつだけど、うん、あれじゃん、ギャップね。ガヤガヤグループじゃん。あ、おしりくん返さな。俺か。別にユウが昔の姉貴のことを知ってても知らなくてもどっちでもいいんじゃん。よくないじゃん。いいじゃん。なんでそんなにユウのこと気にすんの。え、いや別におしりくんに限ってるわけじゃなくて、というかなんでそんなに怒ってんで。あ、嫉妬してる。本当だよ。出た子のすねがもうお姉ちゃんわけがわからんよ。あったあった、もう何も気にしないわ。全然分かってねえだろ。分かってほしいなら分かるように全部事細かに説明してよ。シュンが口をつぐむ。それから何かを決心したかのように息を吸い込んだ。分かった。何が？全部よ。シュンが立ち止まる。つられて私も足を止めると、シュンは真正面から私を見つめた。ものすごい気迫を感じる。一体何を言う気なんだろう。おらー、ふぇー。続きがない。口を開いたり閉じたり、そんな煮え切れない行動を繰り返した後、シュンは体ごと私から顔を背けた。やっぱり。はぁ、あ、ここまでいっぱいで落ちそっか、ボケかすぐれ。タイミング微妙すぎる。学校終わって家帰ってから言う。ほーん、そう。そんなに改まらなければならないほど重要な要件なんだろうか。なんだろう、悪いことじゃなければいいんだけど。あーああ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 あ何語だよ、あいつ。この前でまたシュンの友達シュウダと交流した。おしりくんと目が合う。昨日は気まずい空気のまま解散してしまったこともあって、なんとなくそわそわした。先輩、おはようございます。今日は天気が優れませんね。そうだね、傘持ってきたいんだけど大丈夫かな。降水確率は 30% らしいですよ。これは大丈夫ですね。はぁ、そうだな。なんてことないごく普通の会話をしているうちに気持ちも落ち着いてくる。いろいろと不安や疑問はあったけれど、シュンの言う通りあまり気にしない方がいいのかもしれない。少なくとも今現在、おしりくんはこうして好意的に接してくれてるんだから。まあ、それじゃあみんなまたねー。てや、じゃあな。シュンたちに手を振って自分の下駄箱に向かう。靴脱いだところで、先輩、背後からおしりくんの声がした。てめえこの野郎。びっくりした。てっきりあの集団についていったとばかり思っていた。どうかしたんだよね。いや、あの、今日は放課後に用事ありますか。あるよ。ねえよ。じゃあ、あの、またお時間いただけませんか。勉強だろうか。私は二つ、返事でうなずいた。はい。はい、行ってくぜ。それじゃあまた放課後。はい、で。おしりくんを見送る。それと言える変わるようにして、シュンが別方向から姿を現して。兄貴、どうしたんだい、先行ったんじゃねえかい。いや、なんか言うと話してなかった。あ、今日も放課後に勉強するって話。え、また。シュンがあからさまに嫌そうな顔する。なんだろう、私がおしりくんと勉強すると何か不都合があるんだろうか。ダメだって。いや、いいけど。けど俺もやる。はぁ、俺も放課後あんたらと勉強する。いいだろう。いいけど、なんで。勉強嫌いのくせに。負けたくないんだよ、ユウに。汚い顔してるでしょ。なるほど、おしりくんは頭が口先もトップだ。せやはそれが羨ましいのだろう。おしりくんとの仲が微妙そうなのも、ジュンがおしりくんをライバル視しているからなのかもしれない。いや、見た目勝ってるから。確かにね。そう思うとなんとなく褒めしくなって、私は大きくなずいて。わかった、じゃあ放課後図書室の学習室に来てね。おうおうおう、せやで、おう。あれ、え、こういう終わり。あ、そっか。あ、そっか。ここが終わりってことか。そう。で、勉強会。勉強会。行きましょう。なるほど。
いいですね。いいですね。こういうのもいいですね。こういうの待ってましたよ。ねえ。ね、そうして放課後。俺ね、俊とおしじくんは仲良く揃って図書室に来た。ん？全然撤回。仲良くというのちょっと語弊があるかもしれない。俊もおしじくんもどことなく尖った空気を漂わせている。俊だけが勝手におしじくんをライバル視しているのかと思ったけれど、どうやらおしじくんも俊のことを意識しているようだ。切磋琢磨はいいことだと思うけど、あまりギスギスされるとちょっと困る。なんだ？何を教える？なんだ？私は場の空気を明るくしようと、から元気な声を発した。はねがじゃが！おお！せやで！よろしくお願いします。二人が私と向き合うようにして着席する。もし君は早速というように問題集を広げた。あの、ここの問題なんですけど。え？もし君の手元を、覗いた瞬が驚いたように目を見開いた。それまだ習って、まあ、な、それまだ習ってないところじゃね。うぜえなこいつ、この勉強習ってないところ先にやっちゃっといてさ、やるやつな、な、うぜえな。それ自分があらかじめ俺勉強できますよアピールね。お前信じまえよお前。俺数学俺9点だぞこれ、まあ、マジか9点一番さ、テストで一番低い点数なんて2点。俺より下じゃねえかよ。数学な。俺より下じゃん。がっつり今こけつを掘ったら似てんだよ。うん、すげえ。俺じゃねえや。シュンは素直に感心した後、自分のノートをパラパラとめぐって、液晶値したように、肩を落とした。シュンに、ヨシはまだ早いな、かなり前に習ったところからつまずいてるし。シュンはどこか聞きたいとこあんの？え、あ、いや、俺はちょっと一人で勉強する。はぁ、じゃあ分からないことあったら教えてね。おぉ、いずれなく真剣な表情をして、シュンは黙々とペン、ノートにペンを走らせ始めた。それを横目に確認しつつ、私はおしりくんに向き直った。どこだっけ？ここです。この公式を使った後からなんですけど。はぁ、こんじゃ。あ、そういうことなんですか。あったかな。はい、ありがとうございました。おしりくんはの答えをノートに書いた後、少しくたびれたように首を切り抜いてた。時を見てみると、勉強始めてからもうすでに1時間半が経過していた。おしりくんと勉強しているとどうも集中して時間を忘れがちだ。そういえばさっきから旬が静かな気がする。私は1時間半ぶりに旬の様子を伺ってみた。うん、旬はまだ真面目にノートと向き合っていた。意外、ま、いつもなら30分もすると集中力を切らしてぐだぐだし始めるのに。旬、声をかけてみる。うん、あれ、返事がない。これはもしかして寝てますね。おしりくんが旬の顔を覗き込みながら呆れた顔を表情する。しかも姿勢が全然崩れてない。旬はペンをノート上に立つまま目をつぶっていた。きっと普段から授業中にこうして眠りをしてんだろうな。これじゃあ成績が悪いのも名付ける。何でもできるくせに本当に勉強だけはダメなんだから。先輩どうします？下校地獄まであと30分か。今日はここの辺までにしとく。そうですね、シュン起こしましょうか。あ、ちょっと待て。シュンはしっかりとまぶたを閉じて眠っている。すごく気持ちよさそうで、普段の生意気な態度が嘘みたいに純真な寝顔で、こうして観察しているとなんかいけない気持ちがうずいてくる。私は物音を立てないように細心の注意を払って、そっと筆箱からペンを取り出した。先輩、まさか。口の前で人差し指を立ててじりじりとシュンに近づいていく。いいんですか、シュン怒るんじゃ。水星だからあればすぐ落ちるよ。実は水星の方落ちにくいんだよバカ野郎。マジか。そうだ、そうですか。おしりくんは手のかい？なんて渋りつつ、その目はランランと輝いている。おしりくんは自分の筆箱からペンを取り出すと、静かにシュンと前を詰めていた。どこに何書きます？やっぱりまぶたの上に目を描くのがいいかな。額に2級より難易度高そうですね。私左目を描くから、おじいくんは右目よろしく。俺こういうのに下手なんですけど、うまく描けるかな。おじいくんの 目が神経になる。これはやる気満々だ。というか下向いてるんでちょっと描きづらいですね。確かに、上向かせても大丈夫かな。慎重に。恐る恐る旬の顔を上に向かせる。旬はまだ穏やかな寝息を立てていた。起きませんね。よし、今のうちに。ペン先をまぶたの上に立てる。ピクリと若干シュンの目が動いた。あ、しまった、はみ出た。私もガタガタに。これ結構難しいですね。とりあえず黒目を描いて。まつげも
わしやけど関係ねえ。先輩のもなかなか。これはクープスー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 。二人で声を押し殺して笑う。イケメンでも少し手を加えればそうじゃなくなるらしい。て、おじいくんのそのペン、油性じゃない？え？ああ。おじいくんが空気のような悲鳴を発して、すぐさま旬のまぶたをこする。まだ乾ききっていないインクが伸びて薄くなっていくけれど。おじいくん、そんなにこすったら。ん？パチリと旬が目を見開いた。やっぱりね。はっ。お、なんだ、目が。あ、ごめん、強く擦りすぎた。眼球大丈夫？いや、ちょっと待って、何やってんの？なんか化粧してるみたいになってる。混乱するシュンの前で、私とおしいくんは素早くペンを後ろに手で返し合い、シュンはすぐに刺したらしく、勢いよく立ち上がって窓ガラスに自分の顔を映した。あ、ふざけんな、何やってんだよ。ごめん、気持ちよさそうにぐっすり寝てたから、ついに。寝てた？え、今何時？シュンがガバッと時を見上げる。そして絶望的な視線をノートに落とした。嘘だろ、3問しか解けてねえ。え、いつから寝てたのよ。1時間くらい前か。やっぱり集中力は30分しか続かないらしい。とりあえず今日はこの本編で毎日やるかにゃ。マジかよ。続きは今日の夜にやればいいじゃない。シュンはしぶしぶといった様子で用具を片付け始める。その横でおしいくんが控えめな苦笑いを浮かべていた。それより先に顔洗った方がいいんじゃ。あ、そうだ、クソはこれ水性だよな。おい、覚えてろよ。雑魚っぽいセリセリ感がしながら、シュンがバタバタと図書室を出ていく。その後ろ姿を見送りながら、私とおしいくんはクスクスと笑い合った。なんだかんだ言いつつ、おしゅんとおしいくんは仲が悪いというわけだな。そうでほっとした。ああ、まだ終わってないんだ。おしいくんとは校門で別れて、私とシュンは肩を並べて帰路に着いた。シュンはまだ不機嫌そうに口を結んでいる。シュン、ごめんってね。油性で書いたって、うっすらあと抜くってんだけど。大丈夫、よく見ないとわからないから。たっくん、人の顔見たすびやがって。ぶつぶつと言いながら黙り込む。その横顔は怒っているというよりも落ち込んでいるように見えて、私は少しはさせた。ごめん、そんなに嫌だった？は？いや、それはどうでもいいんだけど。ああ？勉強全然すまなかった。え？そこ？そんなに勉強やる気あったの？まあな。あー、やっぱりおしいくんのこと意識してるんだ。え、まああいつ予習とかやっててすごいし。シュンは中学で習ったところも怪しいもんね。シュンはぐっと言葉に詰まると罰が悪そうにうなだれた。そこはしっかりお自覚してらしい。でもまあおしいくんはおしいくんだし、シュンはシュンのペースでのんびりやればいいよ。のんびりやってたら追いつきやしねえよ。勉強やってる時のあんたと言うの会話全然わかんねえしよ。ぶち切れちゃった。コツコツ地道に勉強していればいつかわかる時が来るや。コツコツ？シュンがげんなりとため息をつく。大体のことを先天的に備わった能力でできてしまう人間にとっては努力ほど面倒なものはないだろう。まあいいじゃない、そんなに無理しなくても。はあ、そりゃあガテンレベルは良くないと思うけど、何も無理してまでおしいくんと張り合う必要ないんじゃねえな。んでだー。だってしゃん、そがねできるよ、たくさんあるだんね。運動神経は抜群だし、芸術面のセンスもある。これで頭も良かったらはっきり言ってチートだ。で、俺だって成績良くなりてーよねー。姉貴の成績はいいからだ。私、うん、なあそれ、私の成績がいいから自分も成績良くしたいだなんて、それじゃあまるで私の成績体裁を気にしてるみたいじゃないか。変なの、そんなの全然旬らしくない考えやでない。あー、でもそういえばクラスリーがこうしてみるとおしいのでさん、何がえそいつ入社方いいってこと。まあ、ゆうも成績トップの優等生君だしな。クソ、憎いぜ。お願いね。だぁ、俺はなぜお前がお姉さんの弟なのか理解できないよ。はぁ、未来かみたいな、かわいがってなってんじゃないみたいな姉さんだなぜ。そうだったら、かわいらも似合うもんなのも。ははは、僕ドナルド、僕ミッキー。前にこんなやりとりがあった時、シュンはすごく微妙そうな顔してたんだよね。あの時言われたことをずっと気にしていたんだろうか。シュン、
私はシンを励まそうと力強く口を開いた。他人の目はあまり気にしなくてもいいからね。私、学校では欠点なしのできるもんなんてことになってるけど、シンの方がずっと立派だってことは私分かってるよ。はっきり言って、自慢の弟と同じ、ちょっと恥ずかしくなって語尾が小さくなった。はぁ、シンの方もほのかに赤染まってる。あれ、励ましすぎたかな。何言っちゃってんだよ、ユキナレ。いや、シンがすごく落ち込んでるみたいだから。別に落ち込んでねえし、つうか、何の話だよ、マジで。ああ、何の話だっけ。あんた、なんだ。はい。まあまあ、とにかく成績悪いくらいでそんなに落ち込めないってことよ。シンには部屋がいいのもいっぱいになれ。やめろよ、もうなんだか恥ずかしいな。シンが真っ赤な顔をよろぶっている。そして、その後の今の空気を振り返るように大人でる気でした。早くこの話を悪いよ、さっさと帰ろうぜ。そうね。いきなり黙るなよ、誰か話せって。そうだ、シュン、今日家に帰ったの、何か話したいことあるんじゃなかった。それか。今聞くよ。いいよ、その話もういい。なし。なにそれ、何か重大なことだったんじゃないの。別にもういいか、いつか書いてんじゃん。はー、パイナップルに住んでるスポンジボブと真四角、黄色いスポンジ穴だらけ。他に話題は。他に、バルト様のことなんだけどね。何よ、その顔、聞きたくないのかい。いや、いいよ、聞くよ、すぐに話すよ、俺。あんたの話聞いてやんの、俺しかいねえんだから。あげられに肩を染めながらの真の口は優しくてやったけ。やっぱり真は自慢の音だ。出会った時から一回り大きくなった背中にありがとうと飛び合いと。はぁ、飲まれんだ。飲まれんだ。自慢の途中。飲まれんだよ。とりあえず国民弱ったね。あとここからやって、こことここをやっちまえばいいんだけど、こことここはちょっとあまり気にしないで。気にしないで、エンド見ればいいでしょ。他もね、全部やってるからね。2年間かけたんだからね、これで。そうだね。ここからここまで来るのに2年間かかってんだからね。そこ褒めろよ。褒めろよ。じゃあね、じゃあここ行こう、次ね。次回にバーでやろう。このシンくんがすごくムッとしてるから、ここの間にね。うん。そこクリアしたら終わるかもしれないね。終わるね。チャンネル登録お願いします。パソコンの方は下からで、スマホの方も下からお願いします。